皆様にご報告があります。この度ホルモン島田東京での出店が決まりました。それに伴い幕開けのクラウドファンディングページにてお得なメニューも用意しておりますので、詳しくは概要欄にあるプロジェクトページをご覧ください。皆様のご支援心よりお待ちしております。それでは本編どうぞ。はい、どうも、ホルモン島田チャンネルのウッチャー島田です。 Amazon や楽天などのネットショップを見ていると、訳ありのこんな商品誰が買うのなんてものもよく見かけます。今日は Amazon で見かけた業務用の訳あり商品をご紹介します。それでは早速やっていきましょう。今日は Amazon でこちらの商品を買いました。何かというと、こちらは牛タンをカットした時に出るタン元、タン中、タン先、タン下などの切り落としです。業務用商品で1キロあります。商品名には訳ありとの表記がされています。一般的に訳あり商品とは大量生産の在庫処分、賞味期限が近い商品規格による形や汚れ、パッケージ等の破損、型落ち商品、商品の欠陥や不良品などが挙げられます。この訳ありを隠して商品を販売して正規の値段を請求する悪徳業者もあります。また訳ありじゃないのに訳ありの方が売れるから訳ありのふりをしている場合もあります。こういった訳ありの理由をしっかりと説明をして、その上で価格が通常より安くなっている良心的な商品もたくさんあります。この場合は購入者も訳ありの理由と金額に納得をして商品を購入します。今回購入した牛タンだと3の商品規格による訳ありが考えられます。袋から取り出してみましょう。ちょっとどんな部位が入っているのか分別をしています。通常であれば牛タン1本の状態や綺麗にカットした牛タンを商品として販売します。ですが商品化する上でお肉の場合トリミングをして形を整えることがあります。そうした時にどうしても端材としてこんな感じで余分なお肉が出てしまいます。この端材を処分することもできますが、そうすると牛タンのぶどまりが悪くなり、通常の販売価格にその分値段を上乗せすることになります。通常の商品を安く買えている裏にはこういった企業の努力があるのかもしれません。今回の商品は大きく分けると3つの形に分類できそうです。1つ目は割と大きさのあるタン先部分の焼肉として食べることができる牛タンと、タン下部分をトリミングした筋部分と、牛タンを焼肉用などに成形した時にトリミングしたかなり細かい端材です。皮の部分も混ざっていたりします。割合としては細かい端材6、焼肉用2、タン下2くらいの割合です。ちょっと細かい端材が多すぎる気もしますが、訳ありなのでこんなもんですかね。この焼肉用は焼肉として食べて、端材は煮込みやカレーなどに混ぜるか、自宅にミンサーなどがあれば細かくひき肉にしてハンバーグやメンチカツを作ることもできそうです。何も考えずに牛タンの端材だ、牛タン買うより安いから買ってみようとなると、想像と中身とのギャップが大きそうです。肉の品質的には悪くなさそうなので、この使用方法をイメージできる人にとってはお得な商品かもしれません。今日はこの大きさのあるお肉は焼肉用で、このタン下部分の筋もいくつか焼いて、あとは細かい端材と混ぜて煮込みにしましょう。大きな端材の形を整えます。まずはネギを細かく切ります。人参も細かく切ります。玉ねぎも少し粗めのみじん切りにします。ニンニクをみじん切りにします。ボウルにお肉を入れて、砂糖、醤油、ウスターソース、塩、ブラックペッパー、ガーリックパウダー、オールスパイスを加えて揉み込みます。圧力鍋に油を引いて先ほどの肉を炒めます。火が通ったら一旦肉を取り出します。油を少し足してカットした野菜を加えてしんなりするまで炒めます。肉を戻し入れて唐辛子、水、ケチャップ、タイムを加えて30分加圧します。加圧が終わったら蓋を開けます。以前作ったジャマイカンオックステールのアレンジで牛タンで作ってみました。ご飯を盛ったお皿に牛タンをかけます。次にボウルに牛タンを入れて、おろしニンニク、塩、ブラックペッパー、ごま油を加えてよく混ぜ合わせます。お皿に盛り付けます。オリジナルジャマイカンライスと牛タン焼肉の完成です。早速食べてみましょう。いただきます。まずはジャマイカンライスです。こんな料理はないと思うので完全にオリジナルです。うん、ありです。完全にありです。オールスパイスの香りが一気に深みのある味わいにしてくれてます。牛タンの甘みとオールスパイスの香りがよく合い、唐辛子の刺激に野菜の旨味が染み出ていて、圧力鍋で加圧したことでお肉はとろける柔らかさでご飯とよく絡みます。これだけを食べに電車で2時間までなら許せる範囲です。あえてあの細かな端材が良かったですね。大きめのゴロゴロサイズでもまた違った味わいになりそうです。それでは牛タンを焼いていきましょう。
厚いものや薄いもの、大きさも様々で形もバラバラなので、場合によっては包丁を入れてあげたり半分にカットする必要もあるかもしれません。焼肉をする場合は自分基準でまずは分別が必要です。肉自体は割とタンの先の方なので少し歯ごたえがあります。でも薄くカットしてあるので焼肉として特に問題はありません。歯ごたえが逆にいい噛み心地です。タンした部分は油が乗っていますが少し筋っぽいです。包丁を少し入れても良かったですね。今回購入したものがアメリカ産で日本加工の商品で、1キロ税込み2980円、送料無料だったので商品としてはかなりお得です。ですがこの商品をお得と感じるか割高と感じるかは買う人の力量次第かもしれません。訳あり商品は宝探し感覚で買ってみるくらいの気持ちも必要かもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。訳あり商品いかがでしたか？訳あり商品を理解した上でお得に買い物しましょう。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやってます。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。そして埼玉県熊谷市にホルモン島田4号店も新しくオープンしたので、そちらもぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。